カナダの歴史、カナダの歴史、カナダの歴史、ヒストリー・オブ・カナダは北アメリカ大陸に位置するカナダの歴史について記述したものである。カナダ四年表も参照のこと。カナダの起源は17世紀初めにフランス人がセントローレンス川流域に入植したのが始まりである。1763年にイギリス領となりフランス系住民と先住民が イギリス帝国の支配に組み込まれた。1867年に英連邦内の自治領となり、1931年に事実上独立国家となった。カナダの先住民は4万年前の氷河期にシベリアからベーリング海峡がまだ陸続きだったコロシン大陸に渡ってきたインディアン、モンゴロイドである。インディアンの時代はカナダ史上ファーストネーションズ。 ファーストネーションズと呼ばれる。紀元前2000年頃から、魔性石器、骨格器、樹皮製カヌーが用いられた。西暦800年頃に土地と食料をめぐり、共同体の間に戦争が起こり出した。西暦1000年頃には、北欧のバイキングがアイスランドからニューファンドランド島に到達し、さらに南下したが、バイキングの居住地は永続しなかった。西欧史上、最初にカナダを、 発見したのは、イギリスのヘンリー七世が派遣した、イタリア人探検家、ジョン・カボットとセントローレンス川を探検した、フランス人、ジャック・カルティエである。当時、大西洋を西北に向かえば、アジアに到達する通路があると信じられており、カボットはこの西北航路発見のため、ニューファンドランド島に到達し、この付近の海域が豊かな漁場であることを知った。この知らせを聞いて、 フランスやポルトガルの漁師が大西洋を横断してニューファンドランド沖でタラ漁をするようになった。1526年以降、フランスは一世が探検家カルテをしばしばカナダに派遣し、セントローレンス川流域を探検させた。ユグノー戦争が起こった16世紀半ば、この地はフランス漁となった。1608年フランスの探検家、サミュエル・ド・シャンプランが セントローレンス川中流域に永続的なケベック植民地、現在のケベックシティを創設した。1613年、ジェームズタウンから市略船が侵入し、アカディアを滅ぼした。フランスの植民目的は、インディアンとの毛皮交易の拠点を作ることであった。1627年、ルイ13世の最小リシュリュース気境は、ヌーベルフランス会社を設立した。 植民地経営を会社に委ね、同時にカトリック教徒以外の者が植民地に入植することを禁止した。しかしリシュリュウは30年戦争期間の1629年ユグノーと和解し、また宮中でもユグノーを徴用して政策を転換させていった。1642年にはモントリオールに植民拠点が創設された。1654年、アカディアはイギリスに 再び征服され、ブレダのは役まで支配された。この間1663年に、ヌーベル・フランスが国王直轄となり、国会と最高裁を兼ねる最高評議会が設置された。この頃100人会社が廃止となり、代わりにユーノーを徴用する、ジャンイコール・バティスト・コルベルが、フランス西インド会社を設立し、南米、西アフリカの貿易と、 北アメリカの毛川交易を統括させた。フランスは1667年、アカディアを回復し、長年対立していたイロコイ族と和訳した。イロコイ族は、ハドソン川を輸送路として毛川交易を営む商人の支援を受けていた。この商人層は、オランダのユグノーとイギリスのピューリタンであった。1669年、フランス西インド会社は、 ヌーベルフランスでの貿易独占権を廃止された。1670年代、地方長官が重要規定の一切を起訴するようになる。1672年、ルイド・フロント・ナク・伯爵が、ケベック植民地の総督として赴任した。1674年、ラバル司教が、ケベック植民地に赴任し、彼は、聖職者養成のためにケベックセミナリーを創設した。1663年、 このセミナリーは北米最古の大学ラバル大学に発展する。1682年ドラサールがミシシッピ川流域をフランス領と宣言した。1696年フォンテーヌブローの直霊下でヌーベルフランス西部の交易所が廃止された。1701年ヌーベルフランスと交戦状態にあったイルコイを同盟との間に フランスがモントリオール条約を結び相手方の主権と英仏に対する中立を認めた。1702年、安城戦争が勃発した。1703年、最高評議会が高等顧問会議へ改組された。1706年、外国商人の店舗設置が許された。1712年、ヌーベルフランスはメキシコ湾に至るルイジアナ植民地にまで拡大した。 1717 17年、貿易政策について、ケベックとモントリオールの商人が、王に権利することが他ならぬ王の布告で認められた。1744年、ジョージ王戦争の勃発まで、ヌーベルフランスの経済は多角化した。小麦の生産量が増え、魚介を輸出するようになり、ケベックモントリオールなどに、比較工場ができた。1734年、モントリオールケベック間に、 王立道路が敷かれた。舗装により馬車で9日もかからなくなった。モントリオールニューヨーク間の闇交易が放置され、アカディアもニューイングランドと貿易し、交換経済をボストン商人へ依存した。1754年からの7年戦争でニューイングランドの英軍はケベックを襲撃。1759年英仏領軍はアブラハム平原で激突した。 イギリスがセントローレンス川を制圧し、王立道路がフランスにとり大切な補給路となった。戦争が仏軍の大敗に終わり、ケベックは英軍の占領下に置かれた。1760年、ルイブール要塞が破壊された。1763年のパリ条約でフランスはカナダの植民地を放棄し、ケベックは正式に英領となった。これ以後、 イギリスはカナダ植民地と称するようになる。ただし、カナダの名称は、仏僚時代から存在した。新たに、英国の支配下に入った、フランス系住民は、約7万人で、すべてカトリックであった。新教国、英国はこれら新住民を、イングランド国教会、アングリカンに改修させることもできたが、総督外、カールトンの信玄を入れて、 本国の議会はより穏健な政策をとった。ボストン茶会事件から間もない1774年、ケベック法を制定し、フランス民法典とカトリック教会の存続を容認した。1775年アメリカ独立戦争が勃発し、アメリカ大陸議会がカナダ住民に革命への参加を呼びかけてきた。フランス系住民は応じなかった。 1778年2月、本国フランスはアメリカ革命軍を国家承認し同盟関係となった。この時フランスはケベックアカディアを奪還しないと約束した。同年モンゴメリー将軍率いるアメリカ革命軍はモントリオールを占領し、ケベック市に迫ったが撃退された。1783年戦争が終わりアメリカ合衆国が成立した。すると、 アメリカのロイヤリスト、王党派は国内に残ることを嫌い、ノバスコシアやケベック東部に退去して移住してきた。プリンスエドワード島の地主は開墾すれば土地を与えると約束して彼らを誘致したが農場ができてから保護にしたので以来70年以上も紛争が続いた。ノバスコシアに移住したアメリカ人は3万5千人とされる。新たにニューブランズウィック植民地が設置された。 オンタリオ個性法のセントローレンス川上流部には約5000人が移住した。英国議会はアッパーカナダ、上カナダ、現在のオンタリオ州とローアーカナダ、下カナダ、現在のケベック州に行政単位を分離した。1793年にはアレグサンダー・マッケンジーがロッキー山脈を越えてフレーザー川流域に達する大陸横断に成功し、 英両カナダの領域は西方にも拡大していった。ナポレオン戦争期に欧州での毛皮需要が低落し、ハドソン湾会社と北西会社が生き残りをかけて競争した。1812年の米英戦争が勃発すると、カナダは再び米国軍の占領の脅威を受けたが、上、カナダにおける米軍の侵攻は撃退された。1817年にモントリオール銀行が設立された。 1821年にハドソン湾会社と北西会社は合併した。ジョージ・シンプソンが北米部門の最高責任者となった。1820年代以降の上カナダは政治勢力が保守派と改革派に分局化した。保守派は初期入植者とロイヤリストを軸にと呼ばれる門伐を形成した。改革派のリーダーはジャクソニアンデモクラシーに影響された。 ウィリアム・ライアン・マッケンジーであった。1815年から、ルイ・ジョゼフ・パピノーが、下カナダ立法議会の議長であった。1834年にパピノーら率いる、愛国者党が、財政問題をめぐり、議会の権限強化を求める92過条の法案を、可決した。1836年に、カナダ最初の鉄道がモントリオールとリシュリュー川を、つないだ。この年、上、 カナダ議会が財政問題を追求されたフランシス・ボンドヘッドが議会を解散、選挙に介入し、保守派を勝たせた。ビクトリア女王が即位した1837年の3月、イギリス本国が下カナダの可決した92過剰を完全却下した。また総督が挑戦として、課税収入から行政費を支出できることにしたので、愛国者等が上カナダの改革派を巻き込んで、 本国製品をボイコットしたり、軍事行動に出たりした。結局パピーノート・マッケンジーは合衆国へ逃亡した。1838年、初代ダラム伯爵が総督となり、反乱鎮圧まで市民の自由を制限する権利が、下カナダの特別評議会に与えられた。鎮圧後、両カナダの囚人がオーストラリアへ送られた。この中には、ダラム伯爵が、 本国の意に反して死刑にしなかった者がおり、白爵は、追認が得られなかったことを理由に辞表を提出した。1839年2月に報告書も提出し、反乱を国民同士の対立と分析した上で内政を責任政府、議員内閣制による植民地政府へ委ねるべきと主張した。1840年英国政府は、ダラム報告書を却下し、 翌年に合同法を制定した。上下カナダが中央政府の管理下に置かれた。これ以後、上カナダはカナダウエストに、下カナダはカナダイーストに、故障がそれぞれ変わった。ダラム伯爵の時代総督シドナム男爵が1841年9月に落馬、急成した。公認、チャールズ・バゴットが、親フランス政策を取り、行政評議会に、 ラフォンテーヌとボールドウィンを参加させ、1843年、新総督のメトカーフが保守派と結んで解散選挙を断行した。メトカーフはカナダウエストの議席を多数確保した。一方、ラフォンテーヌが地盤のカナダイーストを守り抜いた。メトカーフは主婦をモントリオールへ移し、先の反乱で活動した政治犯に恩赦を与えるなどの怪獣策を取った。 1846年、本国は穀物法を廃止するという無知も振るった。1847年、ダラムと隕石のジェームズ・ブルースが新総督となった。彼は翌年の選挙に台頭したラフォンテーヌとボールドウィンに責任政府作らせた。1848年からのイタリア統一戦争で強行領を守るためにカナダ義勇軍がサルディニア軍と交戦した。 1849年4月、12年前の反乱で、フランス系住民が受けた損失を公費で保障する法案成立した。すると、イギリス系モントリオール市民が、総督の馬車へ医師、卵を投擲し、議事堂へ乱入し火を放った。オランダが起ころうとしている時に、フランドルで起きた製造破壊さながらであった。米国戦争とカリフォルニアゴールドラッシュを機に、 合衆国は欧州資本を機関投資家などから吸い上げた。1853年にカナダ議会の特許を得たグランドトランク鉄道はカナダも外資へ依存した証拠であり、本社がロンドン、カナダ支社重役の実に半数が連合カナダ政府の現役閣僚であった。1854年、ジェームズ・ブルースがワシントンで米国計通商条約エギンイコール、 マーシー条約へ調印した。1858年4月、フレーザー側へアメリカ人を中心とするゴールドラッシュが起こると、バンクーバー党総督ジェームズ・ダングラスが秩序維持に貢献して、ブリッシュコロンビア州の初代総督を兼ねるようになった。1859年豚戦争が起こった。1861年に起こった南北戦争でカナダ傭兵が戦い、北軍による 会場封鎖で、米下 5K 通商条約が廃棄された。経理イコールがあると関税が原因であったと言われる。そこで、ケベック会議は、植民地として、形式的な連邦制を採択した。宴会植民地、ノバスコシアニューブランズウィックプリンスエドワードは、鉄道女性が生んだ巨額の債務を連邦政府肩代わりさせた。1865年、英国議会は、 コモンローに対する植民地方の優位を立法により認めた。1867年に英を北アメリカ法を制定し、両カナダのバスコシアニューブランズウィックなど合わせた自治領カナダ政府を成立させた。この立法によってカナダは英連邦の下で自治権を有する連邦となり、オタワに連邦首都が置かれた。ジョン・ A ・マクドナルドが初代連邦首相に就任し、 通算19年間在任し、大不況のカナダ誌を飾った。1871年に、英米間で結ばれたに、マクドナルドが一定の発言力を示し、秋には、ケベックシティの要塞から、英国軍を撤退させた。同年には、交渉ブリティッシュコロンビアが、1873年、小島のプリンスエドワードもそれぞれ自治領政府に参加した。 1873年7月パシフィックスキャンダルが発覚した。モントリオール刑罰のヒュー・アランが鉄道事業を受注するためにマクドナルドへ30万ドル以上の闇献金を払っていたのである。アランへマクドナルドが売った電報が野党に暴露されマック内閣は総辞職した。1877年ワシントン条約で未解決であった豚戦争を 解決するため、ハリファックスの会議に、ドイツ帝国が介入した。翌年9月の総選挙で、マクドナルドが復権した。という保護関税政策をスローガンとしていた。モントリオール銀行税が参加して、関税収入を継ぎ込んだ末、1885年に、カナダ太平洋鉄道が完成した。これが、大西洋岸と太平洋岸を結ぶまでは、大陸横断鉄道、または、 五大湖やセントローレンス川を用した海運に頼るしかなかった。不設中には、ルイリエルがノースウェストで氾濫し、これを鎮圧するのに鉄道が必要とされたことが、追加女性の有力な根拠となった。1888年、オノレ・メルシエのケベック議会が、イエズ・スカイ資産法を可決し、本国の征服後に没収されていた、イエズ・スカイ資産に保証金を払うことになり、 具体的な分配方法をローマ教皇の裁定に委ねた。オンタリオ州のプロテスタントはダルトン・マッカーシーを先頭に同法の却下を求めた。1891年の総選挙でマクドナルドが不自然にも親英主義を全力でアピールした。ウィリフリット・ローリエもイギリスによる特権関税政策を推進した。完全政策は争点でないかのように新聞が 目殺した。1896年7月、ローリエが首相となった。1899年の第二次防ア戦争で、ローリエは最終的に7300人も派兵し62万ポンドを支出した。1901年オンタリオのトロントに英国貴族資本が投資銀行のドミニオンセキュリティーズ、現 RBC ウェルスマネジメントを設立した。 1903年にジョゼフ・チェンバレンが示した植民地食料への特計プランをローリエは冷淡に突き放した。1905年までには連邦西部ノースウェスト順州からマニトバ州とサスカチュワン州が成り立った。1907年の植民地会議でローリエはルイス・ボータを名友とし大英帝国の統合に真っ向から反対した。1909年10月。 US スティールのゲイリーが自国とカナダの製鋼会社を呼んでカルテパーティー、いわゆるゲイリー版参会を開いた。鉄道さえあれば、毛皮を取るよりも小麦を栽培して稼ぐことができる。1901年から1914年にカナダの小麦生産量は4.5倍となり、輸出量は7倍となった。ほとんどが大変輸出。マニトバ州、サスカチュワン州。 アルバータ州がプレーリーと呼ばれるようになった。ここでウクライナなどから移民した入植者が死も、稲語、干ばつに会いながら農業を営んだ。おかげで上に掲げた3州は1913年に国内産小麦の9割を出荷することができた。3つの大陸横断鉄道がマニトバ州のウィニペグで交わった。そもそも1891年に生命保険グレートウェストライフ。 が組織された時に、本社のあるウィニペングが都市化することは決まっていた。1905年、モントリオール銀行の助けで、植民地戦意が創設された。1906年、プレイリー農民は、小麦経済を調査する王立委員会へ、利益代表者を出すことに成功した。この年に、ハーバーボッシュ法が発明された。サスカチュワン・アルバータ領州南部の乾燥地帯には、 モルモン京都が移民して、灌漑施設と乾燥農法を開発した。小麦生産量の増加と並行して、オンタリオ州を中心に、工業も発展した。サドバリーで、ニッケルコバルト、銀などが掘り出された。1902年 US スティール系のインターナショナルニッケル、元が、米価7社を統合し、ニュージャージー州で設立された。翌年アラスカ国境問題をめぐり、 セオドア・ルーズベルトの計らいで、キャード・ウェブスターが、米国の主張を支持した。ナイアガラの滝に発電所が設置されて、そこの水力発電が、同州の工業化に利用された。この発電所でオンタリオ側の設置を目的とした、企業は、1887年に創業した、オンタリオパワーであり、ジョン・オルブライトに支配された。米国への輸出窓口であった。 ナイアガラロックポートはオルブライトのほか、1905年にウェスティングハウスエレクトリックやバンダービルト家が支配した。ケベックのシャウィニガンでもイドロケベックの一母体が地元資本とボストン資本で1898年に発足したり、その電力を使ったベルギー系の製紙会社ができたりした。1909年から企業の合併ブームが起こった。 その8月に9社を統合したカナダセメントが誕生した。翌年7月に5社を統合してステルコが設立された。各社を統合したのはロイヤルセキュリティーズのマックスエートケンとその右腕チャールズカーンであった。エートケンはさらに両社を統合し天国と地獄さえ統合できる男と呼ばれた。エートケンは アーサー・ジェームズ・ネズビット、オロイヤル・セキュリティーズのブローカーとして雇っていた。彼らが、ペープロモーターが敵対的買収の資金を提供し、見返りに新会社の株式を得ていた。フランス系の企業家は1910年でもカナダ全体の企業家のうち2.4%だけで、ケベックでも企業のほとんどはイギリス系カナダ人の支柱にあった。 1900年から1913年までイギリスの対カナダ投資額は40倍に増えて総額17億5000万ドルとなった。その6割が交際、鉄道に集中した。逆にアメリカからの投資は総額こそイギリスの1、3強であったが6割以上が工業と鉱産、森林資源に投下され、しかも経営権を伴う普通株の取得やカナダに子会社、 文工場を設立する直接投げであった。文工場はカナダ企業として各自治体からの助成を獲得した。その製品はカナダ産として優遇を受けながら大英帝国へ輸出された。第一次世界大戦が勃発するとカナダは英連邦の一員として参戦した。6万人のカナダ軍兵士が戦死を遂げた。 ハリファックス大爆発で記憶される1917年、連合国との盟約により、ウィニペグ穀物取引所を閉鎖した。1919年5月ウィニペグで、ゼネストが起こった。カナダは、同年のパリ講和会議と、国際連盟に参加した。この頃、モントリオール銀行は、イギリスオークラ省証券を引き当てに、銀行券を数年だけ大量流通させた。 1920年8月ウィニペグ穀物取引所が再開した。以来4年間小麦価格は低迷した。農民は先物取引業者による中間搾取を免れるため、関東大震災の頃に3州でそれぞれ資金プールを作り販売代理店を世界展開した。工業では1920年代に戦前より大きな合併ブームが起こった。 イギリスの対カナダ投資は重心を、交際、鉄道から急激に分散させた。1925年、ついに、アーサー・アネズビットらが、パワー・コーポレーションを立ち上げた。1926年、カナダの外資に占めるアメリカ由来の直接投資、間接投資額の割合が50%を超えた。同年、クーン・ローブやベルリン資本による、ドミニオン・ラバーが統合により設立され、 またイギリスはカナダに外交権を与えた。アメリカ合衆国における株価大暴落に橋を発する世界恐慌はカナダに小麦価格下落等の深刻な影響を与えた。当時政権の座にあった自由党は伝統的な自由法人主義を報じた。1930年、これに対して積極的な雇用創出を掲げる保守党が政権を獲得し、 リチャード・ベネット政権が成立していた。ベネット政権は、合衆国がスムートホーリー法を定めて、交換税政策をとのに対抗して、イギリス帝国内における経済的連携の強化を図った。1931年ウェストミンスター検証が採択された。同年9月に、通貨の対米ドル相場が急落して、合衆国からの資金調達ができなくなり、サンライフ。 などの金融各社が倒産寸前となった。1932年、帝国経済会議、いわゆるオタワ会議が開催された。この都市マニートバプールが破産処理を申し立てた。メインバンクの再生計画に沿って、在外支店が直ちに閉鎖され、農民が去りエレベーターだけが残った。1934年、パナダ銀行が設立された。1935年、 ベネット政権は合衆国のニューディール政策に習い、労働、社会福祉制度を改革しようとしたが、10月の選挙で経済界の支援を受けたマッケンジー・キングラ自由党が全議席の70%を得した。一方で、ウィリアム・エイバーハートの社会信用党が集権による通貨供給を主張して17議席を獲得した。翌年7月、イギリスの対外取引委員会が、 スターリングポンド圏にカナダが属さなとしてカナダ投資を厳しく規制するようになった。するとパワーコーポレーションがニューブランズウィークのコングロマリットを支配下に置いた。この1936年カナダ最高裁判所はカナダ版ニューディールの大半が集権を侵害するという意見判断を下した。1937年 立法府と一体の英国数密院司法委員会も同判断を支持した。カナダは1937年と翌年に英米それぞれと通商協定を結び関税を下げた。カナダへの投資においてアメリカはイギリスを引き離していった。1938年からにわかに防衛予算を拡大させたカナダは翌1939年9月9日に 第二次世界大戦に参戦した。キングは1939年3月30日に、海外派兵のための徴兵制は採用しないと公約していたが、1940年6月、国家資源同意運法を制定した。同年、A 連邦空軍訓練計画を設立して13万人以上の飛行士、照準士、無線通信士、射撃手、航空エンジニアを訓練した。 英連邦諸国の空軍作戦に参加した航空兵のおよそ半分はここの卒業生であった。しかし、訓練費用の3、4をカナダが負担した。カナダは航空機、軍艦、装甲車をイギリスのために製造し、国産ウランをマンハッタイ計画へ供給した。1941年には香港防衛のためにカナダ軍2000人ほどが派遣され、 そのうち557人が日本軍の捕虜となって死んだ。カナダ軍は1944年のノルマンディー、上陸作戦に参加し、その後の作戦でも犠牲を払った。ミドルパワーとしての国際貢献がスタートした。1945年9月、オタワのソ連大使館から暗号電信係ゴール偶然コが機密書類を抱えて抜け出した。調査の結果、 ソ連が大戦中からカナダで原爆に関するスパイ活動を行い、そのスパイ網はカナダの外務省、国立研究評議会、戦時情報局、在下イギリス高等弁務官府、モントリオール大学で原爆研究をしていたイギリス人科学者グループ、アメリカ合衆国国務省にまで通していたことが発覚した。米ソ間で納得づくであるかのような手段が通用していた。 詳細、戦後のカナダは国際連合と NATO に当初から加盟した。1949年、イギリス法北アメリカ法第2号によって連邦会員の議席配分など連邦権限に関する憲法改正権を獲得した。カナダは朝鮮戦争で2万7千の兵力を派遣した。1952年にはカナダ生まれの総督が初めて任命された。 このヴィンセント・マスセイは1951年に政府委員会の長として報告書を提出しカナダ文化の成長にアメリカは邪魔だと訴えていた1956年のスウェズ危機では合衆国を伴い英仏と対立しながら問題解決を図った1957年に格差調整補助金制度が採用された連邦と州が財源として共有する個人 法人所得税と相続税が全州市民一人当たりの歳入を揃えるためにもたざる州へ交付されることになった。これが助成金に化けてカナダ横断パイプラインとなった。ここへラファージュが部品を出荷した。そしてアルバータのエドモントンがパイプラインのハブとして栄えた。ジョン・デーフェンベーカーの北方開発構想はイヌイットに定住化を流したり、 作物保険法を制定したりして、プレーリー経済の発展を目指した。1960年、カナダ権利商店が制定された。これは、東洋人にすら公民権を与えた。そして、生命、自由、財産がようやく法的に保障された。もっとも、州の同意が得られなかったので、連邦権限の範囲で運用された。さらなる注意点として、 憲法とは異なり通常の立法手続きで改正できた法律の留保。この頃、ケベック州で起こった静かなる革命が積極的に外資を誘致して国内最悪の失業率を記録させ、余つさえ汚職を蔓延させた。聖職者の権限は州へ移管されて教会は影響力を削がれた。1962年10月のキューバ危機で、 ケネディ大統領政権がソ連と交渉するときにカナダへの連絡をおろそかにした。これがカナダ世論の反発を招いた。ジョン・リーフェンベーカー首相は国連の核軍縮を強く支持していた。それは全人類サンローランの路線を継承する集団安全保障政策であった。しかし、キューバ危機が去ると反核運動を展開していたマスコミと、 レスター・ビー・ピアソンら自由党が態度を翻して国内及び北大西洋条約機構配備のカナダ軍の核装備を躊躇する政府を攻撃し1964年には赤白のカエデの葉の国旗を制定それは1965年2月15日に初めて掲揚された1965年のモントリオール万博の頃からケベック民族主義の傾向が顕著になり 1969年には英仏両語がカナダの対等な公用語として定められた。1970年にはケベック分離主義者のテロ活動が活発になり、ケベック州労働長官の誘拐殺害事件が起こったオクトーバークラシス。1973年、新生マニトバプールが独占隊となった。カーギルもこの頃進出してきた。1976年、 ケベック分離主義政党がケベック州議会選挙に勝利した。1977年には、同党がフランス語をケベック州唯一の公用語と定めて、英語の使用を制限したフランス語憲章、条例101号。1981年、パワーコーポレーションがパリバとコンパニーナショナルアポトファイの2社を伴い、ベルギーの投資銀行グループ、ブジュッセル・ランバートに参加した。 パワーコーポレーションのポールデズマレーは1984年から首相のブライアン・マルルーニーと婚姻であった。ジョン・ターナー政権は短命すぎたが仕方ない。1982年に英国のカナダ法が改正し、同年カナダ憲法が成立した憲法改拝権の遺憾。カナダは真の主権国家としての地位を確立し、憲法によって国民の人権を保障するようになった。 ケベック分離問題については1980年と1995年に住民投票が行われ、いずれも否決されている。この間マルルーニーはドナルド・レーガンの強いアメリカ政策に追従し、北アメリカ航空宇宙防衛司令部を延長するなどした。1993年から首相のジャンクレティエンは1990年に自由党党首となるまで、 パワーコーポレーションの重役であった。カナダ政府は1999年にインディアンやイヌイットの自治権を承認した。また1997年の香港返還に前後してバンクーバー周辺では関東五系中国人移民が激増し、1999年には香港からの移民のエイドリアン・クラークソンがカナダ史上初のアジア系総督に就任し、さらに ハイチからの移民のミカエルちゃんが2005年にカナダ史上初のアフリカ系総督に就任た。カナダは21世紀に望み太平洋化していった。それは民族面だけでなくパワーコーポレーションのようなシャドーバンキングシステムの国際活動にも当てはまってゆく。1998年にはグレートウェストライフがプルデンシャルファイナンシャルのカナダ事業を買収しており、先立って 機関投資家の成長が見られたこともアメリカと傾向を共にした。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。